次に千葉誠司議員の質問を伺います。千葉議員。一般質問の機会をいただきましてありがとうございます。本題に入る前に、私の時間調整をですね、議長に報告しご了解を賜っておきたいと思います。私の持ち時間は言わない通り30分です。それにプラスするところ、前田副議長から10分、先ほど質疑しました田口議員の方から10分、およそ50分あります。お疲れのところでございますから、できるだけ簡略にしますので、非常によろしくお願い申し上げます。それでは、通告に従いまして、順次、ご質問させていただきます。まず、市民の安全・安心にかかる一道の段差解消についてお尋ねします。一道長尾船橋線の歩道は幅が狭く、また車の出入りのために段差が多くあり、高齢者や車椅子を使用される際に極めて危険な状態になっております。そこで市民が安心で、もとい安全で安心する通行のために段差を解消する必要があると思いますが、お考えをお尋ねいたします。次に、小谷川清掃工場第3プラントの跡地の利用についてお尋ねします。小谷川清掃工場第3プラントの後継施設については、枚方京田辺環境施設組合がこの4月から業務を開始し、来るべき平成35年度の新ごみ処理施設の稼働を目指しまして、現在取り組みが進められているところであります。小谷川清掃工場は、ご案内とおり、市の中心部に位置し、ごみの集中運搬の効率が極めて良好で、本来なら、この場所で継続し、ごみ処理設備を整備するのか、私は進めると思いますけれども、結果的に、京田辺市域に共同で整備することになり、これによって、東部地域まで距離が大変あり、また渋滞も懸念されるところであります。従いまして、小谷川清掃工場第3プラントの跡地の活用について、現時点でどのように考えられているのか、お尋ねをいたします。次に、学校給食単独調理場の空調のあり方についてお尋ねします。本市では小学校がご案内のとおり、45校あります。小学校給食の調理を行う単独調理場は、この中で何箇所あるのか、また、これらの調理には適切な職場環境を維持するための空調設備が整っているのかどうか、お尋ねいたします。次に、学校の統廃合に伴う施設のあり方についてお尋ねします。本市では全市的な少子化の進行により児童生徒が減少し、学校のさらなる小規模化が予測される中で、学校規模等の適正に関する取り組みを実施されておられることは、すでに私も認識をしていることであります。しかしながら、
校統廃合に伴い廃校に直結する考え方にはいささか違和感を覚えるものであります。小学校は地域のかけがえのないコミュニティの拠点だと思っています。空き教室などの活用にはその一部に必要な改修を行い、高齢者福祉や障害学習市民センターなど公の施設として有効活用することにより新たな施設を建設する必要がなく、また一つの老朽化対策にもつながったものと確信をするものであります。そこで教育委員会のこれらについての見解をお聞きしたいと思います。次に教育委員会の基本に係る統一見解についてお尋ねします。私はこの場でも常々に申し上げてきましたけれども、本市の教育委員会の現状を見るにつけ、かつて枚方の教育改革を断行された多くの先輩諸子の努力によって現在の教育の基本が保障されているものと思っています。教育委員会の基本は言うまでもなく義務教育にあります。この義務教育において近頃は教育委員会がこともあるごとにしきりなしに選択制とかモデルケースといったことが出てまいります。私はこのことについても義務教育という反強制的な63世9年間のこの教育からの基準からして警笛を鳴らしてきました。義務教育にモデルケースを持ち込むとか持ち込みますと、これは言うまでもなく格差が生じます。やるならゼロ、もとへやるならゼロ、やらないなら100、中間はありません。そこで新しく教育士も変わりましたから、この原点に立ち返った教育について奈良新教育庁の見解をお尋ねしたいと思います。次に上層教育の視点での小動物小屋の再興についてお尋ねします。学校における動物飼育は子どもたちが命の大切さ、人を愛する心、人を思いやる心などの情操教育に効果的であり、児童の健全育成に寄与するものと確信をします。また児童が年間を通じて動物を飼育及び観察、記憶することは、動物の世話や触れ合いを通して子どもたちの責任感、協調性、自制心、自尊心などの心身の健やかな発展並びに豊かな人間性の寛容に寄与するものと思います。命の大切さを学び、心を育てる教育の必要性が今ほど重要視されている昨今はないと思います。そこで現在市内40小学校のうちどれだけの小学校が飼育小屋で動物を可愛がり、またどのような動物を飼育されているのか、
合わせてお尋ねします。次に地域担当職員制度による、またい地域担当職員制度に係る各ブロックの課題についてお尋ねします。本市では伏見市長の肝入りで地域の公共的課題を地域の皆さんと一緒に解決していくため、今年度より地域担当職員制度が導入されました。現在12名の地域担当職員が枚方市コミュニティ協議会東西南北4つのブロックに3名ずつ派遣され されて活動されていますけれども、これまでの活動の中で各ブロックよりどのような課題が提示されているのかお尋ねいたします。次に市立枚方病院の駐車場のあり方についてお尋ねします。市立枚方病院の新駐車場とロータリーについては平成28年8月1日からご案内の通り運用が開始され、現在旧ロータリー部分の工事が進められていますけれども、駐車場を見渡せますと植栽もなく、極めてこの間の抜けたような空間で大変殺風景であります。例えば駐車場を立体的に活用するなど土地の有効活用をし、公園のような緑やベンチなどを設置し、患者の心の安らぎや癒しの空間を考える必要があると思いますけれども、完成後の駐車場はどのようになるのかお尋ねいたします。最後に都市間競争に生かす具体的な方策についてお尋ねします。全国的に人口減少が進む中、今後ますます都市間競争が厳しくなってまいります。それに打ち勝つためには具体的な目標設定を行い、早急に取り組みを進める必要があると思います。そこで当市ではどのような取り組みをなされようとしているのかお伺いいたします。これで1回目の質問を終わります。市民の安全安心に係る一道の段差解消についてお答えいたします。一道長尾福南支店につきましては、都市計画道路としてすでに整備が完了している路線でありますが、整備当時の歩道の基準はマウンドアップの形式であったことから、住宅地への乗り入れ部分には段差が生じているものでございます。歩道の幅員を広げるには用地買収が必要となり、また段差の解消を行うためには車道の高さを上げる方法がございますが、そのためには地下埋設物の回収や道路排水機能の確保など抜本的な解消を行うには様々な課題がございます。これらのことから現状の対策といたしましては、部分的な吸い付けを行うなどにより段差の縮小を図っているところでございます。坂本環境部長。はい。小谷川清掃工場第3プラントの土地利用についてお答えします。市の中心部に位置しております小谷川清掃工場は、ゴミの焼却施設である第3プラントのほか、現在人海車両の基地として活用しており、ゴミ処理の重要な拠点施設となっております。7年後に予定しております新たなゴミ処理施設の稼働後につきましても、こうした機能が一定必要と考えられることから、より効率的なゴミ処理体制を確実するため、引き続き多様な視点で敷地利用の検討を進めてまいります。大谷環境部長。はい。
次に3、学校給食単独調理場の空調の在り方についてお答えいたします。小学校給食の調理場につきましては、共同調理場が2カ所、小学校に付設する単独調理場が28カ所ございます。このうち共同調理場1カ所、単独調理場7カ所に空調設備を設置しております。次に4、学校の統廃合に伴う施設の在り方についてお答えいたします。学校統合に伴う施設の在り方につきましては、避難所の位置づけも含め、保護者や地域の方々のご意見もお聞きしながら、全庁的な取り組みとして様々な視点から検討を行う必要があるものと考えております。若田学校教育部長。はい。6、上層教育の視点での小動物小屋の再興について答え申し上げます。現在、飼育小屋で動物を飼育している小学校は14校あり、ウサギ、ニワトリなどを飼育しております。宮本市民安全部長。はい。次に7、地域担当職員制度に係る、各ブロックの課題についてお答えをいたします。地域担当職員につきましては、今年4月に町内公募の上12名を任命し、6月より派遣させていただいているところであり、まずは地域との信頼関係の構築に努め、活動状況の把握に取り組んでいるところでございます。現時点におきまして、各ブロックより出されております地域の公共的課題の主なものといたしましては、コミュニティなどの役員の担い手不足や介護予防、日常生活支援総合事業、学校統合に係るコミュニティの在り方などについて議論をされております。西村市立平方病院事務局長。はい。次に8、市立平方病院の駐車場の在り方についてお答えいたします。駐車場とロータリー部分につきましては、8月から運用開始いたしましたが、残る部分につきましては今年の12月下旬の完成を目指して工事を進めているところでございます。完成した後にはバス通りに面した部分には芝生広場を、駐車場や自転車置き場の周囲には植栽を整備する予定でございます。具体的にはコブシやソメイヨシノなどの高木や平戸ツツジ、クチナシなどの低木の植栽エリアが約2000平方メートル、芝生広場が約630平方メートルとなる予定で、来院される方々が花や緑で安らぎを感じていただけるような空間になるものと考えております。加藤総合政策部長。はい。9、都市環境層に打ち勝つ具体的な方策についてお答えいたします。人口減少が進む中にあっては、さらに町の魅力を高めることにより市民の定住促進や市外からの転入促進、また合計特殊出生率の向上を図っていく必要があると考えています。そのため本年3月に枚方市町人仕事創生総合戦略を策定し、産業の活性化や人々の交流、にぎわいの創出、子育て環境や教育環境の充実、市民の健康増進など町の魅力向上につながる施策を集中的に推進していくとともに、人を呼び込むような本市の魅力ある施策を市内外へ効果的に情報発信していくよう取り組んでまいります。奈良教育長。はい。5、教育委員会の基本に係る統一見解についてお答えをいたします。教育の使命は子どもたち一人一人の未来への可能性を最大限に伸ばし、これからのグローバル社会を担い生き抜く力を育むことにあると考えております。子どもたちに知、徳、体の調和の取れた生きる力を育むことが、すべての小学校で足並みを揃えて進んでいくよう、教育長として私が全校に対し明確なミッションを示してまいります。また新たな時代に対応していくための枚方の子どもたちに今何が必要なのかを十分に見極めた施策を教育委員会の先頭に立って推進してまいります。千葉委員。
担当部署の方から、領地も含めてお問い合いいただきました。逐次要望を添え再質問をいたします。まず第一番目の市民の安全安心に係る一堂の段差解消であります。これは私の地元の長尾船橋線であります、ご答弁によりますと用地賠償をせんといけない、あるいは車道のが低い、そのために段差が生じているわけでありますからかさ上げをせんといけないというようなことをですね、もうこの一堂が供用開始になってもう半世紀もなっているわけです。にもかかわらずこれからやりますというようななんか答弁に聞こえます。私はすべてに言ってますけども、まちづくりはやっぱり道路なんです。道路計画がピシッとされなければ町は継ぎ足し町になります。それだけに枚方市のまちづくりがいかにやはり後手後手になっているかということがこの事例からも如実に証明されているのではないでしょうか。用地買収が育った用地買収をする、かさ上げが育ったかさ上げをする、早急にこの高齢化社会がどんどん進むわけですから、お年寄りが現在怪我をしているんです。そういうことですから課題が分かっているわけですから、この課題を解消すればことが済むわけですから、いとも簡単です。あとは努力を有言実行するだけですから、市長選挙によろしくお願い申し上げます。次に小谷川清掃工場であります。これについてもご答弁いただきました。かけがえのない場所ですから、より効率すべきゴミ処理体制を確立するために引き続き多様な視点で敷地利用の検討を進めますというご答弁いただきました。まさにこの場所は私の記憶では大先輩の下向き市長の時代だと思います。もう半世紀近く経過してきます。今始まった問題ではありません。これは半世紀の中で大きな問題が何も起こっていません。ちょうど枚方市のへその部分です。利便性も高く、もちろんランニングコストにも大きく貢献しています。そういうかけがえのない土地ですから、本来であれば京田並の話運の前にですね、その半世紀の中で地元の皆さんに丁寧にやはりこの市の状況を訴えて理解をしていただく時間は私は十分にあったと思うんです。十分にあったと思うんです。しかし今のなってはもう遅いわけであります。しかし私はこれからの利用についてはこの非常にこの難しい既得権を確保しているわけですから、この既得権に恥じないですね、この場所の再利用ですね、再活用をそこに視点を当てて努力してほしい、そのことを申し添えておきます。次に学校給食の単独頂上の空調のあり方でありますけれども、ご答弁では共同調理場が1箇所、単独調理場が7箇所設置されていますということであります。逆を言えば残る共同調理場は1箇所、単独調理場21箇所は空調設備が完備されていないという結果であります。従いまして再度質問しますけれども、これらの空調設備が完備されるのがいつ頃なのか、もう
この40年ぐらいの間に、皆さんご案内通り、気温が4度から5度上昇しています。なのに、職場環境が依然としてそのままということにはいかなるものなのか。あまりにもこの働く者の立場を考えない実態が暴露されてきているんではないでしょうか。再度質問いたします。大谷管理部長。中学校給食の実施に合わせて整備した第一学校給食共同調理場及び平成17年以降に順次整備を行った単独調理場7カ所につきましては、ドライシステムの導入に合わせて空調設備を設置しております。上る共同調理場1カ所と単独調理場21カ所につきましては、昭和58年以前に整備を行った施設で、当初より空調設備の設置は行っていないものでございます。これらの調理場につきましては、今後老朽化への対応を図る中で、ドライシステムの導入に合わせて空調設備を設置していきたいと考えております。なお、当面の対策といたしまして、第3学校給食共同調理場では回転釜やオーブン周辺など温度が上昇しやすい箇所にスポットクーラーを設置しており、単独調理場におきましても同様の対応について早期に実施できるよう、効果的効率的な整備に取り組んでまいります。今の大谷部長の方から2回目の答弁をいただきました。私今申し上げましたように、気温はですね、もう4度5度も上がってるわけです。やっぱり働く者の職場の労働条件というのは非常に大事です。この気候環境を勘案しますとですね、一刻も早いこの手を打つというのが当然だと思います。今答弁の末尾に、効果的効率的な整備を取り組んでまいりますという力強い結びをの答弁いただきました。そのことを忘れずですね、やはりこのスポットクーラーの設置に甘えることなく、全体的な空調が行き渡るような、働く者に優しい職場になるようにさらに努力をしていただきたい、このことを申し上げておきます。次に、学校の統廃合に伴う施設のあり方についてでありますけれども、先ほども申し上げましたように、学校は都心部であれ、市町村郊外であれ、まさに小学校区はその地域のコミュニティのまさに拠点なんです。学校をなくすとその地域のコミュニティも壊滅するんです。そういうことを考えますと、そう簡単に学校を、子どもが少なくなったから学校をなくすという短絡的な、私は結論にはならないだろうと思います。ご答弁いただきましたように、今後保護者や地域の方々と意見を聞きながら、全庁的な視点で検討を加えてまいりますという答弁いただきました。申し上げておきます。教育は多数決で決めるものではありません。私はそのように思っています。とことん答弁いただきましたように、意見を出し合って全会一致でものと決めていく、これが子どもたちに教育を保障する原理原則ではないでしょうか。意味しても審議委員会に
丸投げ質問なんということはしていないでしょうね。そうすれば答申としてまだ返ってきます。それはまた議会に丸投げする。それでは子どもに担保できる教育の担保できることはできないと思います。ということで再度申し上げておきますけれども、とことん論議して多数決で決めるようなことはやめてください。また審議会にだけ委ねるようなことだけはやめてください。教育省を中心として教育委員会の皆さんはもとよりワンひら型で部署の垣根を越えて議会も一緒になって取り組むべき私は重要課題だと思いますので、よろしくお願いをしております。次に教育委員会の基本に係る統一見解について奈良警視庁からまさに力強い新たな時代に対応し何が必要なのか十分に見極めた施策を教育委員会の私が先頭に立って生成しますという待ってましたという力強いことを受け取りました。心から応援します。ちょっと実例を挙げておきますけれども、今災害がいつ起こっても不思議ではない時代です。教育委員会がこれに関連しますか申し上げておきますけれども、防災キッズキャンプというものを事業化しています。たったの投資予算が20万です。まさにこの子どもたちに災害のその災害を直に受けた、それを持って現場のキャンプを張るということは私は重要だと思っています。決して否定はしません。しかし冒頭申し上げてますように、やるなら0、やるなら100。この防災キッズキャンプでもたった20万の予算で1年2校と言ってます。47校ですから20年以上かかるんです。これは本当に教育義務教育の中での事業でしょうか。まあこれは実例ですから関連しますから申し上げておきます。次に上層教育の視点での小動物小屋の再興について2回目の質問をいたします。動物を飼育するにあたって教育基本法では幅広い知識と教養を身につけ真理に真理を求める態度を養い豊かな情操と道徳心を培うとあります。義務教育においては全ての小学校で動物との関わりを持つことが大切だと考えます。飼育小屋での動物の飼育についてもう一度教育の原点に戻って再考する必要があろうと思いますけれども、飼育にあたっての考え方を再度正します。中田学校教育部長。はい。子どもたちが動物と直接触れ合うことなどを通して豊かな情操を養うことは大切だと考えております。しかし学校で動物を飼育することにつきましては、動物からの感染症の心配やアレルギー児童への対応を合わせて長期休業中世話をする児童の登下校の安全確保の課題などがございます。そのため小学校学習指導要領に示されております5年生以下の魚を育てるでは、全小学校でメダカを飼育し、
子どもたち自身が生き物に直接関わって世話をしています。さらに遠足で動物園や水族館に行った際、体験プログラムや特設コーナーなどで普段見ることのできない生き物に直接触れ合うことや、プール清掃により死滅してしまうヤゴを救出し、渚水未来センターに交流するなど、各学校の実態に応じて取り組んでいるところでございます。今後も教育活動全体を通じて、すべての命に思いやりを持って接することができるよう、自他の生命を尊重する心の育成に努めてまいります。千葉議員、今の若田議長の方からご答弁いただきました。今の答弁の末尾に、自他の生命を尊重する心の育成に努めますという答弁に結びいただきました。まさに私はこの部分だと思うんです。人の立場に立って言動する、これが全てだと思っています。これがないから昨今考えもられないような事件が起きています。姉が弟をバラバラにして殺す、仲間が仲間を殺害する、孫がおじいさんおばあさんを殺害する、こんなことがですね、現実起きてるんです。私は子供が決して悪いとは思いません。子供を産み育ててる大人、社会も含めて我々自身が悪いということをもう一度見つめ直そうじゃありませんか。そのために私はこのテーマをあえて挙げました。ご案内通りご答弁いただけますように、小学校45億ある中で動物を本当にこのいろんなものを使われていると言いますけども、アレルギーの子どもたちというのもあると思います。しかしもう一度ですね、動物を育てることがどのような子どもたちの健全育成に寄与してくるかということをですね、平方の教育委員会がもう一度私は見つめ直してほしい、そのことをお願いしておきたいと思います。次に地域担当職員制度に係る各ブロックの方について2回目の質問をいたします。現在地域担当職員は地域の皆さんと共に積極的に意見交換を行い、ブロックが抱える課題や活動状況などをつぶさに把握する努力を傾けていることを見聞しています。そこで地域が抱える課題は様々だと思いますけれども、地域の皆さんとお互いに求め、特に少子高齢化が進む中で外出困難なお年寄り、買い物、通院、それから締めも含めた外出等々で大変この困難性が伴っている状況であります。それらの課題を地域担当職員がどのように解決に結びつけていくのか、大変難しい質問でありますけれども、お答えをいただきたいと思います。村本市民安全部長。はい、議員お示しのように現在地域担当職員は地域の皆さんと積極的に意見交換を行いながら、各ブロックが抱える課題や活動状況などの把握に努めているところでございます。地域が抱える課題は様々で、すぐに解決できない問題もある問題もございますが、地域の皆さんと互いに知恵を出し合いながら、
解決に向けた取り組みを進めてまいります。千葉議員、はい、ありがとうございます。それからの要望を添えますけれども、とかく職員の皆さんが地域に入りますと即何かこう問題解決していただくんじゃないかという思いになるんです。まあそれは当然だと思います。職務柄やはりこのそういう使命を職員の皆さん預かっているわけですから、そう思われるのは当然だと思います。地域の課題を効果的にやはり解決していくためには、やもすれば縦割り的にはなるわけでありますけれども、横断的な組織体制をですね、もう一度やはり見直して、あらゆる側面に、要望に、側面要望に答えていただきますよう、お願いをしておきます。次に、市立平方病院の駐車のあり方についての要望いたしますけれども、これから患者の視点に立ってですね、患者さんの視点に立って花や緑で、心の癒しをですね感じるような空間に作りますというご答弁をいただきました。言われますように、病は気からと言われています。やはりこのあれだけの広い空間があるわけですから、もともとやはりこのあの空間を活用されて、市立市民病院のお世話になっている患者の皆さんが一日でも早く解放に向かうような環境整備を願います。まあこれから12月下旬に向けて完成をするということですから、今私は完成前にとやかく言うことは邪道ですから避けますけれども、その完成を見た時点でもう一度この場に立ちたいと思っています。よろしくお願い申し上げます。最後に、都市間競争に近す具体的な方策について要望いたします。お答えいたしました、いただきましたが、町の魅力向上につながる施策を集中的に推進していくためにも、人を呼び込むような本市の魅力ある施策を市内外に効果的に情報を発していくように取り組んでまいりますというご答弁いただきました。私は都市間競争に勝つには他市に勝る、まさに枚方市の強みの部分に目当てをかけていく、それがまさに他市との差別化であります。差別化することによって相手よりも勝っていく、まさに戦いです。一例を挙げますと、平田氏は国際大学がなんか傾向というような話を聞きますから、六大学ですか、文化遺産は百済寺跡と国の指定をはじめ、それから大阪府の指定、市の指定も含めて市を60近く分解される平方市、京都と大阪の中間点でこれだけの先人が残した分解されるあるいは病院に至っても市立病院は言うまでもなく関西医大第3、第4、もう大変な数です、平田病院の数でも。それから企業団地も大小7つあります。淀川の水、これも平方の誇る宝じゃないでしょう。それから自然、田んぼもいっぱいあります。それから、ホタルの方の里
里山もあります。そういうものが枚方のまさにこの強み特色ではないでしょう。それを生かすことが、それを生かすことが私は 都市間競争に打ち勝つ最大のネタではないでしょうか。それを磨かなければただの石、ダイヤモンドを磨いてからダイヤモンドと言われるんです。これだけの磨けば光るこの逸材が眠っているわけですから、どうか他市に先駆けてこの特色をですね最大に生かす、この先頭に立って節目一緒に頑張ってもらうということが、いざともに枚方市が永遠に栄えていく町のすべてだと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて千葉誠二議員の質問を集計します。